はい、どうも、シャチクです。まだチャンネル登録をお済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、今日やっていきたいこととしましては、ジョニーに協力していただいていろいろ検証していきたいと思います。まずですね、ジョニーが海岸に今いるんですけど、ここですね。まず起こし方なんですけど、いつもであれば、多分話しかけて起こしていくと思うんですよ。これね、実は虫取り網でも叩いて起こすことができるんですよね。まあ、昔から胴盛りをやってる方ならご存知かもしれないんですけど、ちょっとね、虫取り網で叩いて起こしていきましょうか。それによって会話の内容が変わるのかどうか、そこをね、見ていきたいと思います。ちなみに今回ね、完全に初見なのでわからないですね。果たして会話が変わるのかどうか、ブチ切れるのかどうか、試していきたいと思います。自分だったら絶対怒るけどね、何やってんだよみたいな。さあ、会話のバリエーション変わるのかな、これ。さあ、どうなのか。スースー、フガ、スースー。大丈夫？ちょっと波に飲まれそうだよ、ジョニーくん。5ミニッツ、なるほどね。あれ？やっぱりさ、なんか網を使った方が早く起こせる気がしますね。気のせいか、これは。なんか会話のバリエーションというより、なんか会話するより網で叩いた方が早く起こせるような気がしましたね。ちなみに皆さんすでにご存知かもしれませんが、ジョニーを30回助けると、なんとね、金のスコップのレシピをゲットすることができます。なんでジョニー助けたら金のスコップをゲットできるのかわからないんだけど、今回ね、そういった仕様になってるので、ジョニーがいたら積極的にこうやって助けていきましょう。あとでね、通信装置のやつ探してやるか。これで6回目ぐらいかな。で、次やっていきたいこととしましては、今ね、ジョニーを押してると思うんですけど、ジョニーを具体的にどこら辺まで押していけるのか、そこをね、検証していきたいと思います。とりあえず案内所まで押していこうと思います。てかさ、ジョニー全然動かないよね。うん、めっちゃ押しやすいんだけど。え、これってさ、どこら辺まで押していけるんだろうね。まあ、住民とかと違ってさ、押しやすいですね。住民の場合だとさ、押していくと、なんだろうな。めっちゃ怒るじゃん。ただ、ジョニー怒りませんね。まあ、どこら辺まで押していけるのかと、押したら怒るのかを検証しているんですけど、どうやら、いくら押しても怒らないみたいですね。ジョニー、めちゃくちゃ心広いな。なるほどね。そして、ここの橋を越えていくのが地味に難しかった、今。さあ、どん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 、案内所に近づいてるわけなんですけど、いや、押しやすいな、本当に。なんか走るより歩いた方が押しやすいですね。で、公園まで来ました。で、気づけばもうタヌキ商店が早いな。こんなスムーズに押していけるんだ。とりあえず、押してて思ったこととしましては、動こうとしないんですよね。だから割とね、うん、なんか、なんて言ったらいいんだろうね。一旦押していくと、そこで待機してくれるみたいな感じか。あえて言うことで、案内所の守護神として、ここに君臨してもらいましょうか。いや、なかなか時間かかったな。で、話しましょうか。いや、話しても会話の内容変わらないんか。なるほどね。まあ、とりあえず、ちょっとここら辺に待機しておいてもらいましょう。案内所の守護神として。いいんじゃない？ここで。いや、なんかさ、案内所にジョニーがいるとめっちゃ面白いよね。なんでこんなところにいるのみたいな。ちなみにさ、これ移動しないよね。自分が例えば案内所に入ったらまた元の場所に戻るとか、どうなんだろう。ちょっとそこもね、後で検証しようかな。あ、ありがとう、お薬くれた、フランク。困った時はお互い様だからね、ありがとう。ごめんだけど、お薬使わなくても別に大丈夫なんだよね。そこまで気にしてないからさ。ただ、こういったものをもらえるとありがたいですよね。そして、フランクめっちゃ歌ってんな。そんないい子だったんか。いや、本当にこれは彼女できたんじゃないの？どうなんだろう。フランク、彼女できた説、爆誕。え、誰なんだろうね、相手。フランクの彼女。なんかさ、こないだ話したら、しずえさんめちゃくちゃ可愛いみたいなこと言ってたけど、まさかしずえさんと付き合ってるとか、そういうことはないよね。ちょっとそこのところ気になるんですけど、後でね、フランクを問い詰めないといけないわ。薬もらったのはいいけど、絶対ね、あれ彼女できたフラグですよ。はい、ということで、住宅街を一周して時間を潰したいんですけど、ちょっとね、自分が移動したら、もしかすると、ジョニーが移動している可能性があるので、そこをね、次は検証していきたいと思います。お、
待って待って、ニッシュが喋りかけてきた。まあ、とりあえず2、3分ぐらい時間潰しましょうか。もうすでにね、1分半ぐらい経ってんだけど。まあ、時間経てば、もしかすると、ワンチャンジョニーが元の砂浜に戻る説っていうところで、そこをね、見ていきたいと思います。いやー、ジョニーってね、結構謎な人物なので、こういう検証って割と面白いんですよね。そして、何これ、もじもじなリアクション教えてもらった。かわいいな。ありがとう、ニッシュ。わあ、君の顔ひどいことになってるね。失礼な。お前より大丈夫だよ。お前も結構ひどいけどね。はい、ということで、住民と会話しながら仲を深めつつ、時間が経つのをしばらく待ちましょうか。時間が経たないと、ジョニーが移動しているのかしてないのか、ハンナがつきませんからね。とりあえず時間を潰していくと。そして待って待って待って。ちょっと待って、君、なんなんその格好は。シルビアちゃん、たまにさ、なんかヨガのポーズみたいな感じで踊ってるよね。踊ってるっていうか、なんか変なポーズ取ってるよね。精神統一みたいな。なんなあれ。まあ、割とね、シルビアちゃん頻繁によくやってるんだけどさ、あれ面白いよね。そして案内所に帰ってきたんですけど、ジョニーは移動してませんでしたね。はい、ということで、次は案内所に1回入って、で、出るとジョニーがいなくなる説。それをね、検証していきたいと思います。まあ、どうなるかわからないけどね。とりあえずですね、すぐ入ってすぐ出ても多分状況は変わってないと思うので、ここでも3分ぐらい時間潰そうかな。まあ、2、3分ぐらい潰せればいいかなと思っていて、とりあえずね、ついでに何か見ていきましょうか。水飲み場か。いや、これはちょっと作らなくていいかな。ね、何か作ろうと思ったんだけど、正直特に何も作るものないっていう。で、タヌポートを見ていきましょう。タヌポートはできるだけ毎日確認した方がいいですね。さあ、3日連続100マイルということで、確認するだけでマイルがもらえるってすごいよね。マイルはかなり貴重なので、ぜひね、皆さん毎日タヌポートを確認してください。そしてちょっとね、掘り出し物がありそうなので、何かしら発注していこうかなと。ケケジョンから、ケケジョンからか。ちょっとこれ発注していこう。で、マウンテンバイクも発注して、これでいいかな。そう、たまにね、こうやっていいものがあるので、発注していきましょう。まあ、トタケケの歌に関しては、まだ持ってないから発注しただけなんだけどね。はい、ということで、戻りましょうか。さあ、果たしてジョニーはいるのかどうか。あれ？ジョニーいない？え、待って、ジョニーいなくね？これ。待って待って、ジョニーいないよね。そして、ブロッコリー。何、どうしたんこれ、この2人は。実はさっきブロッコリー君に服にシミがついてるよって言われたんだ。あ、そうなんだ。いい香りのする柔軟剤を入れてちゃんと洗ってたのに。え、ほんまに君の家洗濯機なんてあったっけ。まあいいや。いやー、ちょっと待って、シミがついてるって普通に汚ねえんだけど、ちゃんと洗ってね、本当に。気にすることないってって。そういう問題なのこれ。いや、根本的ななんか解決になってないけど大丈夫か。慰めてくれるのかい。ありがとう、社畜くん。そんななんかハートマーク出されても困るな。次からいい香りのする洗剤を入れて洗うことにするよ。あ、なるほどね。柔軟剤だけじゃなくて洗剤も入れると。なるほどなるほど、そういうことか。そこは確かに重要ですね。あ、待って、ジョニーいるじゃん。ジョニーいねえわと思ったら、ジョニーいたわ。え、マジか。ジョニー移動しないんだね。さすがに移動するかなと思ったんだけど、瞬間移動はしませんでした。はい、ということで、ジョニーを使った検証は以上になりますね。まあ、いろいろ検証してみたんですけど、なかなかジョニー謎に包まれてますね。結果としてそれが分かりました。なかなか謎だわ。とりあえず、今回分かったこととしましては、ジョニーを押しまくっても移動しないっていうことと、それどころか微動だにしないんですよね。歩きすらしないからな。ちょっとそこがね、びっくりしましたね。あとは押しても怒らないっていうところと、あとは網を使うと、もしかすると会話しまくるより早く起こせる可能性がありますね。まあ、どうなのかな。まあ、正直そこまでなんか短縮にならないと思うからどっちでもいいと思うんだけど、まあまあ、そういったところがね、ある程度分かりました。いやー、ジョニーね、宇宙人説もあるので、ちょっとね、いろいろ分かれば嬉しいかなと思ったんだけど、まあまあまあ、今日はね、検証できてよかったです。はい、ということで、本日の動画、この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。